さんこんにちは、佐々木純です。楽曲そのものに着目し、込められた祈りを知り、作曲者と共に賛美することによって恵みを分かち合う番組、ホーリーセッションの時間がやってまいりました。今日はジーザスファミリーチャーチのミュージックディレクター、市川恭平先生をお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生こんにちは。こんにちは。初めましてなんですよね。そうです。初めまして。本当に今回あのお会いできるのを楽しみにしてきました。ありがとうございます。はい。実は私は、まあ、みんな賛美っていう曲を、はい、まあ、本当に歌ってきて、そして、まあ、誰が書いたか実は正直わからなくて、はい、で今回、市川先生が書かれたということで、その曲をなんか一緒に賛美できるのを楽しみにしてきたんですけれども、はい、はい、今は、はい、ジーザスファミリーチャーチのミュージックディレクターっていう、そうですね、はい、緑のキリスト教会ですね。緑のキリスト教会です。たくさんの、はい、キッズのですかね、はい、そうですね、今、はい、すごくぶっ飛び賛美っていう、タイトルでこうアルバムを出させていただいたり、はい、このお友達の、まあ、子供たちの、うんうんうん、はい、賛美を結構大きたくさん、はい、書いてる。何枚ぐらい今そのぶっ飛び賛美っていうのは。そうです、今年で10、まあ、トータル12枚なんですけども、はい、ぶっ飛び賛美シリーズは11枚、はい、すごいですね。でその中のほとんどの曲を、そう、大部分、大部分というか、はい、もう 100% ですか。いや 100% ではないんですけども、何人かの、はい、で一緒に作ってますので、はい、それもやっぱすごいですね。どんな時にこのみんな賛美っていうのは、この曲はそう 古いというか、はい、僕がこう、まあ、高校を卒業して次の
まあ、その次の年ぐらいにこう、まあ、作った曲なので2003年とか、うんうんうん、はい、もうそんぐらいの時の曲なんですけども、はい、僕が作った時はちょうど高校卒業した後にこうすぐにこう教会の、まあ、訓練生っていうのにこう、まあ、入ることになって、うんうんうん、まあ、それで、まあ、その日はもうこう 朝5時に目が覚めて、でこう曲を作ったんですけども、うんうん、そこでこうなんか寝てる2階で寝てて1階がまあ倉庫なみたいになったんですけども、うんうんうん、倉庫の真ん中でこうギターを弾いて作ったのがみんな賛美なんですよね。はい、もうだからなんていうんですかね、なんかすごい倉庫の曲じゃないですけどまあでもこう朝に本当にこう賛美する時にこう作りましたね。なんかそういう、まあ、もう天は、はい、あの神の栄光ですかね、はい、あの本当にそういうインスピレーションが湧いたんですか、倉庫の中で。その時にそれ自体は詩編の19編から、はい、あのまあ、できてるんですけども、まあ、多分その時にディボーションをしてて、それでこう詩編の多分19編を目に留まった時にこうパパッとこう、そうですね、作ったというか、もう瞬間的にというかすぐにできた。そうですね。
イエスの栄光とありこの地を生かしたまえ。まあ、僕はそのまあみんな賛美っていう曲が自分もまあ親しみがあったし、そのことについて聞こうと思ったら、その出会った曲のね、そのまあ天の窓、この楽曲のもう素晴らしさに今日はもうフォーカス曲を変えようと思って、天の窓に、ね、大丈夫ですかね。大丈夫です、大丈夫。この曲は、いつぐらいに書かれたんですか？この曲はちょうど僕がこうシンガポールにこう、うん、こう留学というか、うん、はい、進学校があって、その時にこう行ってた時にシンガポールで書いた曲の一つなんですよね。はい、じゃあなんかそういうグローバルな油注ぎを受けている感じをちょうどその行った 教会というかが、はいはい、そういうペンテコステ系の熱い教会で燃やされて、うん、で本当にもう燃やされて書いたって感じですね。どれぐらいシンガポールにはいたんですか？5ヶ月ぐらいです。5ヶ月ぐらい、はい、いやでも天の窓の本当に久々にって言ったらあれですけど、いい曲に出会ったという喜び で私はなんかもう嬉しくて、もうすぐに、はい、すぐに歌いたいし、なんかその、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、ね、弦楽器を入れたバンドでこの曲をなんか収録したいなってすごく思ったんですけど、もうぜひ潤さんプロデュースで世界中でたった一人、僕は愛されるために生まれた。どんなことを言われたって僕は愛されるためにいるんだ。神様の大きな愛に包まれてるから、元気湧いてくる、勇気湧いてくる。そうだそうだ、僕は愛されている。さあ飛び出そう、今踏み出そう。僕はそのままで愛されているから。世界中でたった一人、君は愛されるために生まれた。どんなことを言われたって君は愛されるためにいるんだ。神様の大きな愛に包まれてるから、元気湧いてくる、勇気湧いてくる。そうだそうだ、君は愛されている。さあ飛び出そう、今踏み出そう。君はそのままで愛されているから、元気湧いてくる、勇気湧いてくる。そうだそうだ、僕は愛されている。さあ飛び出そう、今踏み出そう。僕はそのままで愛されているから、君はそのままで愛されているから、僕はそのままで愛されているから。これからの、まあ、活動の、まあ、活動って今ミュージックディレクター、はい、これはもうワーシップチームが何人ぐらいいるんですか？チームとしてはそうですね、
総学者ってことでいいんですか、ね、はいはい、賛美リード含めるとまあ15人から20人ぐらいはいると思います。でそれをこうまとめてる、そうでも僕は結構こう曲を作ったりとか編曲したりとか、またそうですね、それを CD に収めるためにまあバンド作って練習してしてレコーディングしたりっていうことを結構主にやらせてもらってますね。はい、なんか本当にヒルソングチャーチみたいな感じですね。そうなんですかね。なんかこの教会の中でそういうのができてるっていうのがすごく羨ましいなと思うんですけど、あの教会ではじゃあ本当に自分たちが与えられた曲を中心に礼拝で歌ってる。そうですね、もうキッズやっぱ結構キッズが、うんうんうん、まあ、盛んなうちは教会なので、もうぶっ飛び賛美は毎回、まあ、礼拝大人の礼拝でも結構ぶっ飛び賛美を歌うし、うんうんうん、まあ、もちろん子どもの礼拝でもいつも歌ってますね。はい、あの 愛されているっていうのは、はい、あのキッズのためのキッズの曲です。うん、これはじゃあ子どもたちがもう本当にもう元気よく歌って、はい、やっぱりあの歌いやすいし、はい、あのもちろんそのテンポ感だったりリズムだったりっていうのもすごくあの子供になんかワクワクするし、あと歌詞がとってもなんか、はい、あの普通のね、あのいわゆる大人の歌詞ではな い, いう、ね、そうですね、はい、もうすごく歌詞も結構子供たちにこう書いてもらって、はい、何でもいいから書いてって言って、まあ、本当にシンプルな歌詞がたくさん来たりとか、はい、まあ、証が来たりとか、はい、っていうのを本当集めて、それでそこからこう書いてます、ね、はい、なので結構子どものこう心というか、まあ、本当に単純な言葉で、うんうんうん、はい、でもね大人も、うん、なんか子どもだけじゃなくて大人もやっぱり元気もらうし、きっと子どもたちの賛美によってやっぱり大人は元気もらうんじゃないですかね。そうですね、うん、もう分かりやすいんでなんかダイレクトに、うんうん、はい、伝わるのはあると思います。いや、じゃあでもすごいですね、本当に大人の曲も子どもの曲もオールマイティーで、なんかでも子どもの方が今はすごくなんか好きで、うん、たくさん作ってますね。はい、なかなか子どもの賛美を作るっていうこと自体があまり、はい、こう いないかなと思って、うんうん、はい、だから日本の中で、そうですね、もう確かに、うん、もうそこはじゃあ先陣切って作っていこうって思ってます。これからもぜひ、はい、あのいい曲書いてそして送ってください。編曲しますね。そうですね、もう聞いてみたいです本当に、じゅんさんのアレンジバージョン、はい、もうあと困ったら、はい、お願いします。今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。感謝します。したまえ
求めますしよ、あなたの声と夢と幻、求めます主よ、印と不思議、回復の技を求めます。主よ、日本の救い、2倍バルを大きく、溢れる恵みが降り注ぐ、輝け主イエスの栄光、とわに心地を生かしたまえ、大きく天の窓が開き、溢れる主イエスの栄光、とわにこの地を生かしたまえ。今日はジーザスファミリーチャーチの市川恭平先生にお話を伺いました。本当に高校生、中学生の頃からバンドをやって、そして本当に音楽が、ピアノもギターもできる中で、子供から大人までみんながこう親しめるような、そういう曲をたくさん書いてるということを聞いて、なんか本当に今日お会いできてとっても励まされたし、とても嬉しかったです。きっと、日本全国、たくさんの教会の中でそうやってこう教会の中で育って、そして曲を書いて歌っている、そういう人がなんかいるような気がして、ぜひですね、この番組に、次戦他戦問いませんので、お便りをお寄せください。そして、一部のところでしか歌われてなかった、一つの教会でしか歌われてなかった曲が、こうして日本中に、そして世界中にですね、広がってみんなが歌うようになれたら本当に素晴らしいなと思います。この番組では、いつでも、皆さんのリクエスト、ご意見を、受けていますので、どうぞお便りをお寄せください。それではまた次週ホーリーセッションでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。